非化工学とは、光の波動性や量子性その他を無視して、光の進む線の性質のみを、非化学的に研究する工学の分野である。工学機器の設計に重要な位置を占める。光の波長が極端に小さい場合の現象を取り扱う。古代ギリシアにおいては視覚に関する、目の役割に対し、能動的な見方と受動的な見方とが対立していた。 目が需要期間に過ぎないとする見方は原子論者によって唱えられていたが、エンペドクレスやその後のプラトンは眼球から放射が出ているとする能動的な見方を主張した。この能動的な見方では目は穏やかな炎を持ち、そこから放たれた放射と外部の日光が接触することで視覚が得られるのだとする。エウクレイデスやプトレマイオスはこの目の能動的な見方に基づいて、 視線が直進と反射、屈折を行うとした気化工学を作り出した。こうした気化工学を大きく発展させたのは古代イギリシアの思想を受け継いだアラビアにおいてであった。10世紀のイブンアルハイサムは工学を表し徹底的な実験的検証によって光と目の役割を明らかにした。例えば光が直進することを明らかにするために壁に注意深く計測した。 いくつもの穴をうがち、反射してきた光や朝の赤い光など様々な光で検証を行った。また目の解剖によって、視覚像は外部の対象から発せられる光線によるものとし、レンズの特性も詳細に研究することによって、エウクレーデスの幾何学を正しく反転させて、反射や屈折の幾何学を明確にした。また現在でいうカメラオブスクーラの原理を用いて、 日食の像を小さな穴を介して投影してみせた。こうしたアルハイサムの業績は、その後のヨーロッパでの工学の発展に大きな影響を与えた。最も早期には13世紀ポーランドのビテロが、天居に触れることなくアルハイサムの議論を紹介している。同じ頃、ロジャー・ベーコンも、その著作でこのアルハイサムの工学の成果を繰り返したが、それは、能動的な目の見方と、 受動的な見方が混在したものであった。ヨーロッパで工学の完全な翻訳が出版されたのは16世紀になってからである。気化工学の3法則は、光は最短時間で進むことができる軌道を取るというフェルマーの原理に集約される。後に、と発展していく。気化工学と波動工学を合わせて古典工学と呼び、量子工学と区別する。 気化光学の完成は、波動光学の創始より遅れて、ハミルトンの愛好なある方程式を待たねばならない。気化光学は、光の波長が十分短い場合の極限として表すことができる。この時、遠いそうめんが破面であり、遠いそうめんの放線を繋いだものが光線である。ありがとうございます。